日常的に礼拝する仏像や威拝を安置する道。年寿道とも呼ばれ、僧侶のみが礼拝する場合は内寺仏道とも呼ぶ。一般世人の家では仏像や威拝を安置する、仏館あるいは仏壇を指して、寺仏道ということもある。江戸時代の僧侶、古藤が表した、親族仏事編は、唐の議場の南海危機内、放電三間における、 僧房内に尊蔵を安置するは、南海諸州一般に行うことという記述をもって、自物道の起源を論じている。日本における自物道については、日本初期天武天皇十四年上の諸国毎化作物者のお物仏像及び教官、萌礼拝供養という見事のりをもって始まりとするのが一般的である。奈良時代は年次仏の多くは、寿司や岩に収められていたが、 平安時代以降は、屋内の一室に置かれるようになり、ついで独立した建物や別室として、自物堂が設けられるようになって、庭内にそうした自物堂を建てる貴族が多く現れた。鎌倉時代では、源の頼朝が自物堂で、ホッケの公読を行ったと、あずまにある。自物堂には、信仰する仏像を守り本尊として安置し、 自身や一門の安寧を祈願する場として、また、禅上の場として使われていった。つれずれぐさ第72段には、癒しげなるものとして、仏像の多い自仏堂を挙げている。近世に入ると、ゆいま古事の方7尺の巨宅の古児に習い、茶室を兼ねて建てられる、自仏堂もあった。江戸中期以降に一般化した在家の仏館や仏壇は、自仏堂の変形である。 自物道の著名な例には次のようなものがある。自称自投具道。ありがとうございます。